今回の話は、つぶてが沢のつぶて鬼、鬼を見たことがある、伊沖様の儀式、伊沖様の伝説、鬼が舞う神社、という5つのお話を紹介します。ではどうぞ。つぶてが沢のつぶて鬼の話をしようと思う。うちからそう離れてない、山の中の小さな川なんだけど、そういう名前のところがあるんだ。その名前の由来というのが昔話からなんだけど、その昔話に出てくる鬼のつぶてというのが、変わった石で、大きさはまちまちなんだけど、鬼が握った後のような模様がついている。で、確かにそれは石なんだけど、ぶつけられても痛くない。多分粘土かなんかじゃなかろうかと思うんだけど、握ってみると普通の石くらい硬いのよ。その鬼のつぶてが、つぶてが沢を探すと、たまーに見つかったりするんだ。ただ一つだけ、それを家に持ち帰ってはいけない、という決まりがあって、鬼のつぶては向こう岸、と言って、川に投げ込まなければならないんだ。その理由をばあちゃんに聞くと、昔話みたいに鬼がやってくるから。そう言うんだよな。当然、本当に、とか言うわけなんだけど、その度に、ばあちゃんの子供の頃の話を聞かされるわけよ。ばあちゃんの子供の頃の話というのが、つぶて鬼、という、鬼ごっこみたいな遊びをした時の話でさ。簡単に言えば、鬼が石を持って、鬼じゃない奴にぶつける。ぶつけられたらそいつが鬼になって、石を持って追いかけるというもの。ちょっと変わってるのは、鬼が使う石は鬼のつぶてで、その石の交換はできない。だからぶつけ損なうと、それを探している間、かくれんぼの様を呈してくる。そしてここからが大事なんだけど、遊び終わって帰るときは、その石を川に投げ込み、鬼のつぶては向こう岸、と、叫ばなければならないということ。これは、終わりの合図にもなっていたと思うんだけど、実はそれだけじゃないらしい。前置きが長くなったけど、ばあちゃんの子供の頃の話。ばあちゃんは、近所の子供たちと、つぶて鬼、で遊んでいた。その日、ばあちゃんは家の都合で先に帰ったんだけど、残りの子供たちが遅くまで遊んでいたのね。日が暮れた後でそいつらは帰ってきたんだけど、その晩すごいことが起こったらしいんだ。村のある家で、一家斬、事件が起こったのよ。出稼ぎ中でいなかった親父を除く、じい、ばあ、お袋が包丁で滅多刺しにされた姿で、翌朝発見されてさ。嫌なことに、その死体は肝が食い荒らされていた。そんで、そこの子供の姿はなかったもんだから、大騒ぎだったらしい。せめて子供だけでも、ということだったんだろうね。ところがさ、それを聞いて青ざめたのが、一緒に遊んでいた子供たちで、実は大変なことをした、と、ばあちゃんにこっそり話したわけよ。最後に鬼になったのが例の家の子供で、つぶてを探している間に、みんな帰っちゃったらしいのよ。で、ここからはばあちゃんの推測なんだけど、暗くなって誰もいない河原で石を見つけた奴は、そのまま石を持って泣き返ったんじゃないか。そう思ったわけ。ところが、鬼のつぶては、押していないから、鬼がついてきたんじゃなかろうか、と。子供心に心配になったばあちゃんは、村のお寺のお坊さんに相談に行ったんだって。そしたらばあちゃん、坊さんに怒られる怒られる。なんか一生分怒られたかと思うくらい、怒られたんだって。今思えば、やったのは自分じゃないから、理不尽この上ない。そう笑って話してくれたけど、とにかくすごい剣幕だったんだって。で、坊さんは村の駐在さんと村長さんを呼んで、何やら話し込んでたんだけど、ばあちゃんは子供だから蚊帳の外。その後、大人たちがいろいろしている間に、その子供が見つかったそうな。ばあちゃんは心配になって会いに行ったら、縄でぐるぐる巻きにされて、駐在さんに引きずられている。奴の表情はすごい面変わりしていて、まるで獣のような表情だったんだって。そしてその時、ばあちゃんはしっかり見たんだそうだ。子供の手に鬼のつぶてがあるのを、子供の影に角が生えていたことを。それ以来、その事件は村の意味事となって、話題には上がらないし、つぶて鬼、も、してはいけない遊びになってしまったということ。まあ、ばあちゃんたち自体が、怖くてもうする気はなかったみたいだから、あえて禁止するまでもなかったと言ってるけど。以上がばあちゃんの話。実はここまでが前振りだったりする。今年の夏、うちの実家に大学の友達3人が遊びに来たんだ。まあ、キャンプをするのに手頃な河原はないか。ってことでつぶてが沢を推薦したんだけどね。それで河原で2泊ほどして帰ったんだけど、その時、つぶて鬼、の話をしたわけよ。その時一緒にいた友人は、加藤、下田、菅野。するとオカルト好きの加藤が、早速やってみないか、そう言うんだ。けど、ばあちゃんの真剣な表情を見ている俺は断固拒否。下田と菅野は、そういった方面には全く興味がないから、嫌がる奴がいるならあえてするまでもない、ということでその場は終わりになったんだ。
って、夏休みも終わり、大学が始まって秋口になると、気がつくと加藤を学校で見なくなったんだ。おかしいなぁと思って、下田や菅野とも話していたんだけど、その時、下田が思い出したように言ったんだ。そういえば、加藤、先々週あたりお前の実家行くって言ってたぞ。え？なんで？なんでもオカルト圏の連中に、例のつぶての話をしたら、盛り上がったんだって。それを聞いた俺は、嫌な予感に包まれたんだ。オカルト圏の連中に、話を聞いてみようと思ったんだが、奴らの活動場所がわからない。すると菅野も嫌なことを言い出すんだ。そういえば、俺の知り合いに岡県がいるんだけど、そいつも最近見ないな。ますます嫌な予感が強くなる俺。正直、関わり合いになりたくなかったんだけど、このままってのも気分が悪いので、とにかく加藤の家に行ってみよう、そういうことになったんだ。加藤のアパートに行く途中、近くのコンビニに寄ったら偶然、加藤とばったり会った。はじめ、何かやたら挙動不審な奴がいるなと思ったら、それはひどく怯えた加藤だったんだ。俺たちが加藤に声をかけると、加藤はすごい怯えた表情で逃げようとした。が、俺の顔を見た途端、加藤はすごい勢いでまくし立てたんだ。いや正直、もう何を言っているかもわからなかったんだけど、とにかくすごい怯えようで、俺たちは加藤のアパートに連れ込まれた。加藤の話を要約するとこんな感じ。あの後、つぶてが沢で、つぶて鬼、オカルト犬でやりに行った。実際鬼のつぶてを見つけて、つぶて鬼、をやってみると、不思議なことに確かに石なのに痛くない。その後、鬼のつぶて、をやらずに、石を持って帰って、調べてみようということになった。ところがその帰り、夜の国道を走っている時に異変が始まった。つぶてが沢に行ったオカルト犬は加藤、菅野の知人の川村、教育学部地学研究室の黒木の3人。石を持ち帰ったのは黒木。黒木は普段はやたらおしゃべりなのに、帰りの道中ではほとんど口を聞かない。加藤は、まあ疲れているんだろうな、くらいに思っていた。三人は帰りにコンビニに寄って、飲み物なんかを補充していると、黒木が飲み物の他にカッターなんかを買っている。その時は、おかしな奴だな、程度にしか思わなかったんだ。コンビニを出る時、黒木の影に角が生えているように加藤には見えた。ぎょっとして見直すと、コンビニのガラスの影の具合で、そう見えただけのようだ。つぶて鬼、の話を聞いた後だから、神経質になっているんだ。そう思い直して車に向かった時、車から川村の悲鳴が聞こえた。それは黒木が、カッターで川村に切りつけたところだった。加藤は、後ろから黒木を羽交い締めにして、どうしたんだ？と叫ぶと、黒木の首がぐるっと回ったように見え、獣のような目で嫌な笑いをしたそうだ。次の瞬間、加藤は太ももを黒木のカッターで切りつけられて、その痛みで黒木を離してしまった。川村はその間に車に乗り込み、ドアも閉めずにそのまま車で逃走。黒木は開きかけのドアに捕まり、車に引きずられていってしまったそうだ。一人残された加藤は、恐怖に震えながらタクシーで家に帰ったそうだ。後日、加藤は大学で連中のことを聞く。その日、川村の車は近くの立教で自爆事故、川村はその時の怪我で入院中。黒木はその日以来、姿を見せていないとのこと。加藤はその話を聞いて、次に黒木が来るのは自分のところじゃないか、そう思ってアパートに閉じこもっていた。と、加藤の話はここまで。ことの顛末を聞いた俺は、実家に電話をかけて村の寺の名前を聞き、寺の住職に電話をかけようとした。その間、加藤はベッドの上で、毛布にくるまって震えていたのだが、突然悲鳴を上げた。窓の外を見ると、むちゃくちゃ汚れた男が、ベランダから部屋の中を覗いていたんだ。目つきが尋常でなく、嫌な笑い顔でブツブツ言っている。その状況を逸した姿を見たとき、俺の背筋は冷たくなった。男は手にした石でガラスを割ると、ゆっくりと部屋の中に入ってきた。俺たちはしばし呆然としていたが、そこは男三人。カッターを振り回す男相手に、椅子、鍋などで立ち回った。なんとかその男を取り押さえたときに、ドアの外から警官の声がしたんだ。こんな怪しい風体の男が、ベランダをよじ登ったりしていれば、通報もされるわな。なぜか冷静に考えていた俺の脇では、加藤が失神してしまっていた。俺たちが捕まえた男は案の定黒木で、心神喪失状態で、どうなるかはわからないとのこと。加藤は実家に帰って、その後のことは知らない。寺の住職に電話をしたら、俺がこっぴどく叱られる羽目になった。あとは任せてもう関わるなと釘を刺された俺は、正直あんな大立ち回りを演じるのは嫌なので、住職の言葉通り事件に関しては、もう触れないようにしている。たまに下田と菅野で飲むときに、少し話すくらいだ。ただ、一つだけ気になっていることがあって、鬼のつぶて、その行方がどうなったか。
あの時、黒木を取り押さえた時に、部屋で鬼のつぶてが転がったはずだが、警官がやってきた時には石の姿は見えなかった。いや、警察が押収していれば、住職が何とかしているだろうけど、もし誰かが持っているのなら、今でもそう考えると背筋が寒くなる。つぶてが沢の鬼のつぶてには気をつけるように。俺が20歳なりかけの、ひきニートだった時に体験した話。実家は東北の内陸で、見渡す限りの田園と山に囲まれたところにある。俺は高校卒業後就職しないで、毎日実家に来る、甥っ子二人と遊んで過ごしてたんだ。甥っ子たちは当時小学校中学年と低学年くらいで、外で遊ぶのが好きだったから。学校から帰ってきたら、一緒に近くの原っぱに行ってバドミントンしたり、キャッチボールしたりしてた。原っぱは山の入り口にあって、その山は山っていうほど高くもなく、丘って割には広い。なんか中途半端な山だった。少し高いところにある森って感じかな。それでその山は実家の裏に続いてて、実家はちょうどその山を切り崩したような、崖の下に立ってた。崖って言っても、2階建ての実家より少し高いくらいなんだけど。わかりにくかったらごめん。俺が子供の頃は、しょっちゅうその山に入って遊んでたんだけど。他の山のふもとに熊が出るようになってからは、親に禁止されてた。その日は今くらいの秋口で、夕方よりずっと早い時間だったと思う。最初はいつものように原っぱで、甥っ子たちと3人で、バドミントンしたりして遊んでたんだけど、そのうち兄貴のヒデが、山に入ってみたいと言い出した。日が落ちるのはまだまだだし、いつも同じことばっかで、俺も飽きてきてたから、じゃあ探検に行くか。ってさほど考えず、一応護身用のラケットを持って、何年かぶりに入ってみることにした。弟のヨシもあんまり怖がってなくて、俺は俺で懐かしいなぁなんて思いながら、ずんずん進んでいった。ちゃんとした舗装はされていないけど、人が並んで通れるような道があって、進行方向の左側の林の先が家の裏の崖方面。ちょうど家の裏のあたりを過ぎたくらいで、目線の先の開けた場所に一本、大きな木があった。その木の真ん中あたりが、両側をきれいな正方形にえぐられて、自分たち側から見ると、アルファベットの大文字の I みたいになってて、なぜか、これは熊が爪を研いだ後だって直感で思った。やっぱ熊いるのかよ。ってビビった俺は、怖がらせないように甥っ子たちには秘密にして、すぐに引き返そうと思って振り返った。だけど俺が振り返った瞬間、ヒデが俺の背後を指さして、鬼がいる。って叫んだ。やばいぞ、ついに熊が出た。って一瞬思ったんだけど、すぐに、鬼？とハテナになって、それで思わず、その指さす先を見ちゃったんだ。そしたら、その木の後ろから、鬼のお面がこっちを覗いてた。おでこに大きい角が2本あって、真っ赤な般若みたいな顔。ひょっこり身を乗り出す感じで、じっとこっちを見てて、上半身しか見えなかったけど、着物？袴？みたいな服を着てた。多分、なんかわからんけど、その時は頭が真っ白になっちゃって、気づいたらヒデが、俺を思いっきりどつきながら、逃げよう逃げようって泣き叫んでた。いつの間にか周りの木がものすごい音で揺れてて、地響きじゃないけど、ブオーというかゴーというか、とにかく聞いたことないような音も響いてて、恐怖と焦りと使命感が一気に来て、本当頭の中が一瞬でカオスになった。きっと甥っ子たちがいなかったら、ちびって動けなかったと思う。それでまた木のとこ見たら、ずっと同じ体勢でこっち見てて、もうそれが余計に怖くて、ヨシを脇に抱えて無我夢中で家まで走った。ヒデは俺の手引っ張って前を走ってくれた。その頃からいいやつだったな。いつ音が止んだかとかよく覚えてないんだけど、原っぱまで抜けた時には、もう聞こえてなかった。家に着いて玄関と窓に全部鍵かけて、三人で布団に潜りながら、親が帰ってくるの待ったけど、追いかけてくることもなく、それから何かに呪われたり、取り憑かれたり、怪奇現象あったりとかもなかった。親に話したら、甥っ子たちを山に連れてったことを、めちゃくちゃ怒られて、俺らが見たのは熊だとしか思ってもらえなかった。甥っ子たちも同じで、俺が姉ちゃんにしばかれた。以上で終わりです。今では田舎を離れて無事就職してるんだが、久しぶりに実家に帰ったら、裏の山がソーラー発電施設建てるために、剥げ上がってたので、それがきっかけになって誰かに話したくなりました。当時の話を甥っ子たちにしたら、ヒデは、ずっと夢かと思ってたけど、本当だったんだね。と少し驚いてました。ヨシは山に入ったことすら覚えてなかったです。呼んでくれてありがとうございました。質問あったら答えます。仕事もしないでふらふらと遊んでいる自分に対する、自己嫌悪と焦燥感が生んだ幻覚だな。幻覚かはわからないけど、その件がきっかけで田舎から離れたい、と思ったのは確かですね。
鬼の身長はどれくらいだった？筋骨隆々だった？遠目だったから着物っぽいの着てることくらいしか、わからなかったです。身長も異常なほど高いというわけでもなく、多分大柄な成人男性くらいだったと思います。鬼の和服って何色だった？着物というより浴衣に近い感じじゃなかった？あんまり覚えてないけど、浴衣ではなかったと思います。そうか。浴衣っぽい般若なら見たことがあるんだ。お面を見た、と感じたのが同じだったから、聞いてみた。でも鬼じゃないし般若は女性だったから違うか。山で見ましたか？かなり山に近い、川のそばだった。都会住みなんだが、その時はお祭りで田舎にいた。あれはお面だと自分に言い聞かせたが、見た瞬間の違和感というか、そこだけが浮き出るような恐ろしさが、忘れられない。顔が少し傾いていて、顔の側面まで見えたから、残念ながらお面ではないんだよな。母の話、あまり詳しくは書けません。ご了承ください。名前もかなです。母は幼少の頃は、徳島の山奥の村に住んでました。その日は親戚が集まり、大事な話があったみたいだったので、母と兄は隣の部屋に先に寝かされました。しかし、隣が気になり寝つけずにいると、隣から祖父の声が聞こえてきました。陽子はまだ若いから、伊沖様のご機嫌が取れんやろ。今やったら春宮で。陽子は母、春宮は母のいとこの名前です。母は意味が全くわからなかったのですが、助かったと思ったそうです。次の日、春美の両親は目を赤く晴らして、帰って行ったそうです。一週間後、春美が山に行って亡くなったと連絡がありました。その連絡を聞いた母の両親は、ひそひそ話したかと思うと、祖父の部屋に行ったそうです。春美の葬式はひっそりと行われましたが、棺桶を担いだ母の兄は今でも、軽い棺桶やった。誰も入ってなかったんやろか、と、言ってます。その後、母は兄と両親だけで村から出ました。完全に夜逃げ状態だったらしいです。母はそのことを今でも思い出すそうです。私らが逃げた後、他の親戚が血眼になって山狩りをしててなぁ。とうとう私らは行くとこがなくなって、山小屋に逃げたんよ。ほな、そこにおじさん、春美のお父さんが、松明を持ってやってきたんや。けどそのおじは私らを見て、早逃げ、と言ってくれたんや。両親は何回もおじに頭下げながら、私を担いで逃げたんや。私が20歳を過ぎた時に、母はこの話をしてくれました。村で何があったかも、おぼろげながら話してくれてましたが、他には漏らしたらあかんと言われました。この話が広まると、私たちがここにおるのがバレるからなって。現在、私の家庭はとても明るく元気です。しかし、両親にこんな過去があったと分かってから、二人は無理して明るく振る舞ってたのかなと思います。おじさん、いい人だ。いけにえか。法事で実家に帰った時、おじと二人で飲んでいたら、この家にも昔は変な習慣があったんだよって、酔っ払いながら教えてくれた。それと関係あるのかわかりませんが、うちの家系は祖母が言うには、漁師様から一定の地域の、生殺与奪の権利が与えられてる家だったみたいです。おじが言う儀式ですが、所長を迎える前の女の子を家系の中から選び、山の鬼に捧げるという儀式とのことで、おじも詳しくはわからないようでしたが、この飲酒が嫌で、夜逃げした家族もあったみたいでした。私は信じてはいませんでしたが、面白かったので興味津々でした。それから実家は、よく飲酒系の怖い話に出てくる大きな家でもなく、蔵があるとかでもありません。ごく普通の田舎の住宅街の一軒家です。興味津々の私は、次の日に母にそのことを聞いてみました。すると意外にも、知ってる知ってる、と、子供みたいにはしゃぎ出しました。母は義母に教えてもらったらしいのですが、その頃は夏の怪談みたいな感じで、教えてもらったとのことです。母も全部を信じてはいない話し方でしたが、知ってることを教えてくれました。儀式に使う女の子は家系の中から選ばれる。女の子は夜のうちに山に連れて行かれて、紐でぐるぐる巻きにされた後、山の頂上付近の、井戸みたいなところに入れられ吊るされる。3日くらいしてから引き上げると、ほとんど骨になってるとのことでした。義母は昔から賢い人で、多分穴の中の虫や小動物が体を食べてる、と言ってたそうですが、他の大人は、山にいる石鬼という神が娘を食べてると、本気で思ってたみたいです。それは、してから吊るすんだろうか、おそらく生きたままだよな。母も私もそこが気になったのですが、真相はわからないとのことです。せめて、してからにしてあげてほしいですよね。私も、すごい時代だなぁ、と思いながら、聞いていました。それから実家から帰って夫にその話をすると、夫は興奮した様子で、その話ネットで読んだことある、
と言って、パソコンで探してくれました。それが良きという話でした。確かに似ているところもありますし、地方も同じです。夫は興奮して、俺も法事に行けばよかった。と言って悔やんでいました。笑い。自分には、そんな飲酒なんて無関係だと思っていたのに、その家系の血が流れてると思うと、少し怖く思いました。いおき、風習で検索すると出るよ。いおき、いずれにしてもおかばんのネタだから真偽は不明だがな。石鬼神でいおきなんですよね。私の母は石鬼の神と言ってました。そのままですね、あのいおきの話は横の部屋でいおきと聞いただけで、石鬼神って書いてましたから、本当はもっと詳しく知っている人が、書いているのかもしれませんね。その地域の汚れを背負う系じゃないの？部落の名残とか、普通の民家だから旧家関係ないわけではないと思う。生活に困窮して手放したけど、風習だけ残ったのかもしれないし。おじの話を一つ語らせてもらいます。幼少の頃のおじは、手のつけられないほどの悪ガキだったそうで、疎開先の田舎でも、畑の作物は盗み食いする、馬に乗ろうとして逃がすなど、子供たちのガキ大将を自負するような悪ガキでした。さて、その疎開先には、地方にしては大きな神社がありました。今となっては、何を祀っていたのかもわからん。だそうですが、桜の木が何本も植えられていて、春ともなれば、正しく満開の桜が見物できたのでしょう。また、聖域とでも言うのでしょうか。子供たちがむやみに近づいてはならない、という、暗黙の了解があったようです。しかし、そこは悪ガキなおじのこと。やってはいけない、と言われれば、反発心が刺激されます。ただでさえ娯楽のない疎開先。いずれは出ていくという気持ちもあったのでしょう。一つのいたずらを実行に移すことにしました。神社には、神様を乗せるために飼う馬が飼われています。これに乗って、神社の石段を駆け下りようというのです。もちろん、昼は大人たちの目がありますから、夜のうちから神社に忍び込み、朝のお勤めの時に馬で駆け出す。みんなびっくり、俺様の株、急上昇、という作戦でした。予定通りに深夜、部屋を抜け出して、神社へと向かうおじ、満開の夜桜が近づくにつれ、おじの耳に場違いな音が聞こえてきました。それは包みの音だったそうです。最初は大人たちが酒盛りでもしているのかと、警戒したおじですが、こんな深夜の、この戦時中に、ありえないことくらい子供にもわかることでした。神社に近づけば近づくほど、ポン、ポポン、という音がはっきり聞こえます。鳥居の陰に隠れ、中を覗くおじ。そこには、ひどく幻想的な光景がありました。風に散る夜桜の花びら、包みを打つおかっぱの子供、くるくる、くるくると舞う一人の女性。おじは時間を忘れ、その光景に見入ったそうです。この世のものとは思えない美しさでしたが、どこかおかしな非常識さがおじを正気に戻らせ、家へと逃げ帰りました。翌朝、昨夜の出来事を誰かに話したかったおじは、思い切って、神社の神主さんに全てを打ち明けました。話を全て聞き終わった神主さんは、声をかけたか？見つかったか？など、いくつか質問をした後で、おじににんまり笑いかけたそうです。よかったなぁ、見つからんで、ほんによかったなぁ。あや、この世のものでない、鬼じゃ。今でもおじは、酒が入るとこの話をします。S 君、鬼はいるんだよ。まあ正直、S 君こと俺も信じてないし、オカルトとも微妙に違う気がすんだけど、アホくさと思いながらも書いてみました。鬼は存在しますよ。22の時に長崎の佐世保にある神社で夜中に見ました。身長2メートルくらいの大男で、恐ろしい顔をして角がありました。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。